マスオ TV。 はい、マスオ TV です。はい、皆さん、今日はですね、皆さんに宣言がありまして、この動画を撮っております。というのもですね、私マスオ、ついにガチダイエットに挑戦したいと思いまーす。ははは、あれマスオ、またどうせ痩せないんでしょって思ってる方もいらっしゃるかもしれませんが、今回はガチで痩せたいと思います。というのもですね、まあ皆さんね、最近のコメント結構多いんですけど、マスオ太ったね、さすがにちょっと太ったねみたいなね、コメント結構増えてて、僕自身もこう動画撮ってて、なんか編集してる時にさ、なんか僕顔でっかいな、顔すごいむくむんでるなみたいなねことが多くて、なんか嫌な気持ちになってたんですよね。でもう31なんですけど、どんどん太ってるんですよ。もうそろそろやらないと、本気でダイエットしないとやばいなと、ずーっと心に積もってたんですけど、いよいよ決心しました。今年の目標の一つでダイエットもあるんで、絶対痩せるぞってことで、本気のダイエットをすることになりましたので、ここにご報告させていただきたいと思います。でもうね、分かったの。もう最近になってさ、一人でこう痩せるの無理なんだよね。ってことで、ライザップにもう一度通うことに決めました。ライザップさんにはむしろなんか申し訳ない、なんか悪い例になっちゃったかなと、ちょっと申し訳ないんですけど、もう一度ライザップに通いたいと思います。なんかね、よくライザップはリバウンドしやすいよねとかね、こう聞いたりするんですけど、ね、ライザップに通ったからリバウンドするんじゃなくて、もともと太ってる人がライザップで頑張って痩せたけど、結局はその人終わった後もその習慣を続けられないから、こう太ってるだけだからね。だからライザップというよりはね、個々人の問題なのかなと思って、まあ僕自身もそうなんですけど、はい、まあ、2年間は体重しっかり保ってたし、で3、4年経ってまた体重を落とそうと思ったらバッて落とせたんで、ライザップで通ったことは全然全く無駄じゃなかったんですけど、ただ僕のここの最近のもう太ってもいいや、もうちょっとデブキャラでもいいやみたいなね、そんな風にちょっと思ってしまっちゃう心のせいで、またまあ太っていったということなんですよ。はい、で実はもうライザップスタートしてます。昨日初めてのトレーニング行ってきて、僕ね、もう足がもう痛いのよ、えでででででっていう、もうね、その映像もね、ちょっと見ていただいていただいたらいいんですけど、もうね、初回からがっつりトレーニングしてきたの、はい、こちら。はい、ということで、まあこれからですね、また糖質をなるべく取らない、ご飯とかそういう糖質を取らない、まあまずダイエットをしていって、で、ある程度まで痩せたら少しずつまたご飯を戻しつつ、こうちゃんと体型が維持できるように、まあ頑張っていきたいと思っております。で、ライズアップに行ってですね、その身体測定、体組成計みたいなので、こう測ることができるんですよ、自分の体重とかも。で、はい、それがね、こちらになります。全身チェックっていうところがあるんですけど、はい、結果こちら、体重 76.3kg、 体脂肪率 25.7%、 これがね、ちょっとやばいよねで、脂肪量が 19.6kg ってことで、もう完全に標準より多いんですよ。で、推定骨量っていう骨のね、重みだったりとか、あと筋肉量、あと水分量などをこういう風に測ることができまして、 BMI が今 25.2 です。で、僕の身長だと標準範囲が、の上限が 24.9 なので、マスオ肥満です。一番ね、僕ね、ちょっと怖いなと思ったのが、こちら BMR、VFR、アスリート指数っていう基礎代謝、内臓脂肪、アスリート指数が見れる、そういう欄があるんですけど、その中のですね、内臓脂肪レベル VFR っていうものがですね、11なんですよ。で、これやや過剰ということで、まあ内臓脂肪が多いと、まあ、生活習慣病になったりしやすくなります。で、生活習慣病って言ったらね、
今まだちょうど31だからいいですけど、こっからもろ、まあ、出てきますよね。もうむしろ未来のこう医療費を抑えるたびに、まあライザップでこうお金、まあ安くないですよライザップって。うん、払ってこう健康を得られるんだったら、それはすごくいい投資なんじゃないかなと僕的にはすごく思ってます。はい、ということで2ヶ月でなんとか頑張って痩せますので、皆さんね楽しみにしていただけたらなと思います。では最後に今の僕の体をちょっと見てもらおうかな。結構デブいかということで、ダイエット前のマッソーがこちらでーす。服を脱ぎましょう。はい、ちょっとまず一周回りましょうか。いきます。はい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 、どうですか。こう銭湯にいいと思ったんですけど、僕おっぱいあるんですよねこうやった時にあれおっぱいがあるなって思っちゃいましたね。はい、でお腹です。こんな感じ、ほら正面から見ても結構いいお腹、ほら垂れてる。ジーンズのさ、こうベルトとかに乗るんですよね。でジーンズのさ金具がここに後ついて恐竜みたいになってね、この前母親に爆笑されました。くない？結構やばいねマジで。どうなるんだろうこれ。こんなに肉あるよ、なんか改めて見ると。顔も一応撮っときます。写メも撮るかもしれない。うん、はい。エクボができた時のこの部分とか、こういう部分が多分変わると思うんで。で、特に変わるのがこの顎ですかね。この顎の部分が結構僕顎最近なくなってきてるなって思ってて、ほらこうなっちゃうんですよ。チキチデチキチデチキチデチキチペペ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 。ということでダイエット頑張りたいと思いますので、ぜひ皆さん応援よろしくお願いします。痩せるぞ。今日も皆さん最後までご視聴ありがとうございました。以上、マッソー TV でした。バイバーイ。あー。